増えまくる昆虫たち。繁殖力がヤバすぎる昆虫11選。昆虫は動物の中で最も種類が多く、その数は世界で90万種から100万種もいると言われています。そのうち日本では約3万種が確認されています。地球上で最も繁栄している生き物といっても過言ではない昆虫。その中にはたった1匹の虫から100倍、1000倍、1万倍と増殖していく恐るべきパワーを持った生物が存在します。今回の動画ではそんな繁殖力の強い昆虫11種をまとめました。私たちの身近にいる生物をピックアップしましたので、ぜひ最後までお付き合いください。繁殖力最強、増えまくる昆虫たち。イエバエ。ブンブンと嫌な羽音を立てて飛び回るハエ。ハエには主にイエバエ、肉バエ、クロバエなどいくつか種類がありますが、家の中で見かけるのはイエバエの可能性が高いようです。イエバエはその名の通り人の家の中に侵入し、食べ物や生ゴミに集まって唾液で食べ物をドロドロのスープ状にして食事をします。不衛生なイメージで人から好かれない昆虫の一種ですね。イエバエの繁殖力は非常に強く、短期間で爆発的に子孫を残します。メスは条件が整えば3日から4日間隔で生涯で6回程度産卵します。1回の産卵であの小さな体から150個もの卵を産むと言われています。気温や餌の量などの環境にもよりますが、一生のうちに500個以上も産卵するのです。ちなみにイエバエの寿命は約1ヶ月と言われています。イエバエは産卵の回数が多いだけでなく、凄まじいスピードで卵から成虫に成長します。産み落とされた卵は2週間も経たないうちに成虫になってしまうのです。気温が約20度であればイエバエの卵期間はわずか24時間、もっと早い時は12時間ほどで孵化することもあるようです。ハエの幼虫はウジ虫と呼ばれ、幼虫期間は6日から9日、サナギ期間は4日から10日で、気温が上がれば上がるほどその成長スピードは加速していきます。繁殖力のピークは30度前後と言われています。とある研究者が一体のイエバエから一夏だけで 191×10 の18乗の子孫が生まれると計算した話は有名です。これは春から夏にかけてイエバエが子供を産み続け、その子供がまた子供を産み、一匹も死なずに増え続けた場合の計算式でハエ算と呼ばれています。その数なんと1害9100京兆億万匹。これは地球全体が150メートルもの高さでハエに覆われることになるのだそうです。天文学的な数字で想像もつきませんね。アブラムシ。今まで元気だった植物に突然元気がなくなり、よく見るとびっしりと小さな黄緑色の虫がくっついていたということがあります。犯人はアブラムシです。アブラムシは体長1ミリメートルから4ミリメートルほどで、最大でも7ミリメートルほどのとても小さな昆虫です。口唇と呼ばれる針状の口で植物の栄養分を吸い取って生きています。小さくて体も非常に柔らかいアブラムシは天敵も多く、テントウムシの幼虫や成虫がアブラムシを食べることはよく知られています。一見するととても弱い昆虫のように思われがちですが、その繁殖方法とスピードは驚異的です。昆虫はメスとオスが交尾して繁殖するのが一般的ですが、アブラムシは交尾や受精をせずメスだけで卵を産むことができます。このような繁殖方法を単位生殖と言います。またアブラムシは卵胎生でお腹の中で卵を育てて孵化させ、ある程度成長した子供を産み落とします。アブラムシは親と同じ遺伝子を受け継いだクローンを産むことが可能なので、生まれてくるのは基本的にメスのアブラムシだけです。外の世界に生まれてきたアブラムシは10日前後で成虫になります。寿命は約40日ほどですが、生涯で約90匹の子供を産むと言われています。驚くべきことにメスのお腹の中の子供はすでに子供の子供の細胞を持っています。つまりメスは孫の代まで身ごもっている状態なのです。例えば1匹のアブラムシが1日に5匹ずつ子供を産むと、10日で50匹の子供が生まれることになります。この頃には1日目に生まれたアブラムシも子供を産み始め、その次の日には2日目に生まれたアブラムシも子供を産むので、この時点で55匹まで増えることになります。こうして繁殖が続くと3ヶ月後のアブラムシの数はなんと10兆匹にも及びます。これだけスピーディーに繁殖されてしまうと駆除も間に合いませんね。ゴキブリ。繁殖力の強い昆虫といえばゴキブリをイメージする人も多いのではないでしょうか。ゴキブリはおよそ3億年前の古生代石炭紀から存在し、生きた化石とも呼ばれ、その生命力の強さは昆虫の中でも有名です。繁殖力は非常に強く、1匹でも見つけたら100匹いるとも言われています。ゴキブリは集団生活をする生き物で、コロニーと呼ばれるいわゆる活動の拠点を作って暮らしています。ゴキブリの繁殖力の強さの理由の一つは産卵回数で、
メスの寿命1年半の間になんと一生で15回から20回近くも産卵するそう。中には死ぬ間際に産卵するメスもいるそうで、できるだけ多くの子孫を残したいという母ゴキブリの執着心すら感じます。1回の産卵で22個から28個の卵を産み、平均するとメス1匹から400匹以上に増える計算になるのです。さらに卵にも秘密があります。ゴキブリの卵は卵鞘というカプセル状の中にあり、殺虫剤や外敵刺激から守られているのです。そのため卵の孵化率は 100% とも言われています。ゴキブリは暗くて狭いところを好むため、その温床を見つけることはなかなか難しいことや、メスが一目のつくところに現れにくいことも繁殖力を伸ばす理由と言えるでしょう。卵はおおよそ20日から40日で孵化し、幼虫、サナギ、成虫へと姿を変え、脱皮を繰り返して成虫になります。水さえあれば1ヶ月以上も生きられると言われ、その生命力と繁殖力から最強の昆虫と言われるのも理解できます。アルゼンチンアリ。アルゼンチンアリはアルゼンチン、ウルグアイ、ブラジルなど南米原産の外来種のアリです。体長は働きアリは約 2.5mm、 女王アリはその2倍から3倍の大きさで、茶褐色の細長い体と長い触覚を持っています。動きがとても素早く、餌を運ぶために働きアリたちが行列を作る姿が見られます。アリは土の中に巣を作るイメージがありますが、アルゼンチンアリはコンクリートがひび割れた中や植木鉢の下など人工的に作られた場所に巣を作って暮らしています。アルゼンチンアリの繁殖力は他のアリに比べて強く、女王アリは1日に約60個の卵を産むことができます。卵の数はそれほど多くないと感じるかもしれませんが、実は一つの巣の中に女王アリが何匹も生息しているのです。このようにアルゼンチンアリは複数の集団が共同生活をしているため、繁殖スピードが非常に速いのです。ややこしいことに、アルゼンチンアリは先ほど紹介したクローンを産み続ける昆虫アブラムシから糖分をもらう代わりに彼らを保護する習性があります。アルゼンチンアリがアブラムシの繁殖を手助けしてしまっているとも言えるでしょう。シバンムシ。シバンムシは1ミリから数ミリほどの小さな赤褐色の昆虫です。成虫の見た目はカブトムシのメスをとても小さくしたようにも見えます。シバンムシは漢字でシバンムシと書きます。シバンムシが求愛行動で木に頭を打ちつけるコチコチという音が、死神の持つ時計を連想させることからこの名前が付けられたと言われています。名前からして何とも不気味な昆虫です。シバンムシの発生時期は4月から10月ですが、暖房などで部屋が暖かければ冬場も出現するようです。寿命は約10日から25日ほどと短いですが、繁殖力が強く、メス1匹あたり50個から100個もの卵を産みます。シバンムシは乾燥した場所を好み、乾燥食品、粉類、畳、ドライフラワー、米びつ、古い本の隙間、博物館の標本など人間にとって困る場所に卵を産みつけます。成虫は餌を食べずに交尾して、産卵が終わると死んでしまいます。タバコシバンムシやジンサンシバンムシなど一般家庭で見られるシバンムシは、成虫になるのに孵化してから幼虫、サナギ、成虫になるまでに2ヶ月から3ヶ月程度です。シバンムシは食欲旺盛で、乾燥した食品などを食い荒らすほか、全く栄養素の残っていない古い材木を食べて育つこともできます。さらに他の昆虫にとっては有毒なアルカイドを含んだものを食べてもへっちゃらです。シバンムシに毒などはなく、人に危害を加えることはありません。しかし、開封したまま長い間使っていない粉物の袋の中で知らぬ間にシバンムシが大量発生していることを想像すると恐ろしいものです。ツマアカスズメバチ。ツマアカスズメバチはジャワ島で発見され、アジア全土や一部ヨーロッパ諸国で分布が確認されています。働きバチは体長 20mm、 オスバチで 24mm、 女王バチで 25-30mm ほどで、オオスズメバチやキイロスズメバチに比べると小型です。全体的に黒っぽく、お尻が赤色をしているのが特徴です。日本では長崎県対馬市で発見されて以来、九州や福岡県でも姿が確認され、生息域をどんどん拡大させています。ツマアカスズメバチは他のスズメバチと同じように、女王バチとその子供である働きバチで集団生活をしています。繁殖力が非常に強く、通常のスズメバチの産卵は巣あたり約500から1000匹に対して、ツマアカスズメバチは約5000から1万匹、およそ10倍の数の卵を産むのです。フランスでは一つの巣から平均1万2000匹もの働きバチが羽化していたことが確認されています。女王バチは春先に天敵に見つかりにくい藪の中や地中などに巣を作って産卵します。初夏を過ぎると働きバチが羽化し始め、餌の採集や巣の防衛などに励み、女王バチは産卵のみに集中するのです。働きバチが増えると
少し高いところへ巣の引っ越しをします。都会での生活にも適応していて、高層ビルや高層マンションなどに巣を作ることもあるそうです。開放的な空間へ移動した巣は高さ2メートルを超える巨大なコロニーへとどんどん大きくなっていきます。秋になるとオスバチや新女王バチが羽化を始めます。冬になると新女王バチ以外のハチは越冬できずに全て死んでしまいます。新女王バチは冬眠し、春になると目覚めまた新しい巣を作るのです。ツマアカスズメバチは強い攻撃性があり、一旦敵と判断されてしまうと執拗に襲ってきます。毒性はオオスズメバチやキイロスズメバチほどではないとされていますが、当然刺されると痛みは激しく、海外では死亡例も確認されています。またツマアカスズメバチは過密や樹液のほかに昆虫を餌とします。中でもミツバチが好物で、ミツバチの巣の前で待ち伏せし捕獲してしまうとか、繁殖力も強く攻撃性も高いツマアカスズメバチは人間だけでなく在来種のミツバチたちを脅かす存在なのです。ノミ。世界中に多くの種類が生息するノミは、犬や猫だけでなく人間にも寄生する厄介な吸血鬼です。日本では猫ノミが犬や猫の体に寄生します。猫ノミは体長1から4ミリメートルほどのとても小さな虫です。羽を持たず、脚力でぴょんぴょん跳ねる姿が特徴的です。ノミは13度以上の環境であれば年中活動することができます。河川敷や公園の草むら、家の中にも生息しており、特に室内は暖かく、カーペットやソファ、ペットの寝床などは絶好の住処と言えるでしょう。ノミの成長サイクルは非常に早く、恐ろしいほどのスピードで大繁殖します。ノミは最短1日から6日間で孵化して幼虫になります。その後2回脱皮をしてサナギになると、1週間後に成虫になって外に出てきます。ノミの成虫は光や熱、二酸化炭素などから動物を探し出し、その体に寄生します。すると寄生から8分以内に吸血を開始、その後2日以内に産卵を開始します。その後も吸血と産卵を繰り返しながら、1日に平均30個の卵を産みます。あるデータによると、産卵直前のノミが10匹いれば、30日後にはノミ成虫が約2000匹に増え、同時に9万個以上の卵と十数万匹にも及ぶノミの幼虫を生み出す計算になるとか。もし愛犬や愛猫からノミが見つかれば、その時はすでに室内に大量発生しているかもしれません。ノミの卵やサナギは頑丈な殻で守られており、煙タイプの殺虫剤でも死なないこともあります。さらに成虫を駆除しようと潰してしまうと卵が飛び出てきてしまうことも。こうなると卵から次々に幼虫が帰り、ノミが延々と増殖し続けるかもしれません。クビアカツヤカミキリ。クビアカツヤカミキリは南ロシア、モンゴル、中国、台湾、朝鮮半島、ベトナムを原産とするカミキリムシの一種です。体長は22から38ミリメートルで、全体的に光沢のある黒色の体と、その名の通り首の部分が真っ赤な色をしているのが特徴です。体長と同じくらいか、それ以上に長い触覚を持っています。桜や桃、梅など主にバラ科の樹木を好み、枯死させるほど食い荒らしてしまう恐ろしい昆虫です。ひどいケースでは、桜並木が全滅する事態や、果樹園を閉園に追い込むケースも報告されています。クビアカツヤカミキリを殺して死骸を市役所に持っていけば、奨励金がもらえる地域もあるほど問題になっているのです。大切な木をダメにしてしまうクビアカツヤカミキリは繁殖力も非常に強い昆虫です。クビアカツヤカミキリの成虫は6月から8月頃発生し、メスは樹皮に産卵します。卵の数は1匹のメスからなんと1000個以上と言われています。特に孵化して間もない成虫が産卵すると、その孵化率が高いことも分かっています。クビアカツヤカミキリの幼虫は黒々した大きな顎を持っていて、樹木に寄生し内部を食い荒らしてしまいます。幼虫は木の中にいるため外からは見えませんが、フラスと呼ばれる木くずと糞が混ざったものを木の幹や枝に開けた穴から大量に排出します。フラスはうどん状に長細くなって溜まっていき、幼虫がどれだけ樹木を食い荒らしているのかが外からでも分かります。やがて幼虫は木の中で 2,3 年かけて成長し、サナギ室を作ってサナギになります。成虫になると木から抜け出し、再び幹や枝の樹皮に産卵するのです。クビアカツヤカミキリは繁殖力が旺盛な上に電気ショックも効かないほど生命力が強いとか。日本にはまだ天敵がいないので、今後も増えていく可能性は十分考えられます。ノシメマダラメイガ。ノシメマダラメイガは成虫の体長は7から8ミリメートル、羽を広げても14メートルほどの小さなガです。羽の色が前半部は灰褐色、後半部は赤褐色と2色に分かれているのが特徴です。幼虫は体長が約2から3ミリメートルで、淡いピンクやオレンジ色をしています。
大きくなると色が白くなり、大きさは約13ミリメートルほどになります。のしめまだらめいがは食べ物を入れてある缶や瓶に小さな卵をいくつも産みつけます。卵が小さすぎて目視では見つけられないほどです。小さいのに繁殖力が強く、1匹のメスが200個前後の卵を産みつけることから、1匹幼虫が発見されればその他にも大量の卵や幼虫が住み着いている可能性があります。卵は3日から4日であっという間に孵化します。幼虫の大きさは2から3ミリメートルほどですが、強力な顎を使って食品の袋を破り開けて中に入り込みます。保存中の小麦粉やホットケーキの粉、粉末スープ、食べかけのチョコレート、開けたけど食べるのをやめたカップ麺など、いかにも美味しそうなものがターゲットになるようです。時には製造過程の米袋に入ってしまうことがあり、特に玄米の胚芽部を好んで食べるため、玄米が白米のように白くなるとか。幼虫期は22日から45日ほどで、時期が来ると口から糸を吐いて食品をつなぎ合わせて巣を作ります。やがて巣の中でさなぎになり、約1週間で成虫となり家の中を羽ばたきます。のしめまだらめいがに毒などはありませんが、袋に穴が開いていないか、粉物やお米の中に蜘蛛の糸のようなものがないか確認した方が良さそうです。大切な食品が狙われている可能性があります。赤いエカ。赤いエカは淡い茶色をしていて、体長は 5.5 ミリメートルほどの蚊の一種です。体が白と黒の縞模様をしている一筋シマカに比べて一回り大きいのが特徴です。また低温に強く、活動期間が4月から11月までと比較的長くなっています。主に鳥類の血液を好むと言われていますが、人間やその他の哺乳類からも血を吸っています。名前に家がついている通り、人の家に侵入し、時には網戸に体を押し込んで入ってくることもあります。一筋シマカは主に日中に行動しますが、赤いエカは夜な夜な人に近づいていくタイプです。人間が寝ようと電気を消すと行動を開始し、呼気に含まれた二酸化炭素や汗の匂いを感知し寄ってくると言われています。赤いエカは蚊の中でも爆発的に増加しやすい生物です。一筋シマカは数個から数十個の卵を1個ずつ産みつけていきますが、赤いエカのメスは一度に100個から150個の卵を水面に産みつけます。卵舟と呼ばれるボートのような形をした特徴的な卵です。卵は産みつけてから1日から2日後には孵化し、一斉にボウフラとなります。そして卵からわずか10日ほどで成虫となり飛び立っていくのです。赤いエカの寿命は約1ヶ月と言われていますが、寒くなった頃に成虫になったメスは吸血せず、翌年の春まで越冬するそうです。夏の夜、耳元でプーンという音が聞こえたら、それは赤いエカの可能性が高いでしょう。トビイロウンカ。トビイロウンカは稲の害虫となる、体長5ミリメートルほどの小さな昆虫です。セミを小さくしたような見た目をしています。トビイロウンカは稲の葉から養分を吸い取り稲を枯らしてしまうほか、ウイルスを媒介して大きな被害をもたらすこともあります。日本の歴史的に見ると、江戸時代に起きた享保の大飢饉や天保の大飢饉の原因はこのトビイロウンカではないかと言われています。トビイロウンカは寒いところが苦手なため、日本の冬は越せません。そこで冬は中国大陸で過ごし、毎年6月から7月になると梅雨前線の気流に乗って日本に飛んできます。トビイロウンカは繁殖力が旺盛で、飛来してわずか5日後にメスが400個から500個の卵を稲に産みつけます。成長スピードも速く、卵は約9日で孵化するとその14日後には成虫となります。トビイロウンカは成虫も幼虫も針のようなストロー状の口を持っていて、増殖したトビイロウンカたちは次々に稲の茎や葉から養分を吸い取っていきます。日本に飛来した時は1000平方メートル、稲2万株に2匹程度だったものが、翌月には20匹、2ヶ月後には200匹、3ヶ月後には2万匹にまで増えてしまうのです。トビイロウンカによる被害は稲の収穫時期直前に各地で起きていて、まるで田んぼに巨大な10円ハゲができてしまったかのように稲が円形状に枯れてしまうのです。中にはトビイロウンカの被害がきっかけで稲作をやめてしまう農家さんもいるそうです。今回の動画は以上になります。今回の動画が面白かったら、チャンネル登録ボタンと高評価ボタンを押してもらえると動画作成の励みになります。よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。